セルジダルデルモルは、スペインバレアレス諸島州マヨルカ島、アルター出身のプロサッカー選手。プリメーラディビシオンの RCD s パニョールに所属している。ポジションは MF、マヨルカ島のアルター出身。1997年に地元の CE マナコルのカンテラに入団後、2007年に RCD s パニョールのカンテラに入団。 2011から12シーズンに B チームに昇格し、プロデビュー。2012年7月、マラが CF に移籍し、2012から13シーズンは B チームでプレー。翌2013から14シーズンにトップチームに昇格し、2013年8月14日のバレンシア CF 戦でプリメーラディビシオンデビュー。2014年3月31日のレアルベティス戦で、 決勝点となるプロ初ゴールを決めた。2015年8月30日、フランスリーグアンのオリンピックリオンに移籍。2016年2月28日のパリ・サンジェルマン FC 戦では、当時36試合負けなしだった PSG に2から1で下す原動力となり、ゴールも決めた。2017年9月1日、カンテラ時代を過ごした RCDS パニオールに、 一年間のローン遺跡で加入。加入後レギュラーに定着し、35試合一得点を記録。シーズン終了後の2018年7月5日に、正式に完全遺跡が決まり、5年契約を締結した。プロデビュー前の2010年に U-17 のスペイン代表に招集され、7試合に出場。u 十一代表に招集された二千十四年までに、 計12試合にユース代表に出場した。ありがとうございます。